こんばんは、ミルトです。長男と二人時間を過ごした日々のことをシェアします。二人だけで出かけるのはなかなかできないので、私の長男もワクワク。目的地はルミネースト新宿です。ああそうだね階段にこのおしゃれな階段、階段だけでワクワクする田舎民です。この日大好きな YouTuber のアイニャンのブランドアリームのポップアップがあったので行くことにしました。その前に腹ごしらえ。長男が目をつけたのはこのでけえかき氷です。でかすぎ。私はパエリアを食べました。濃厚でおこげもあって美味しかったです。アイニャンに会えるまで少し時間があるので、何億年ぶりかのプリクラを撮りました。なんかもう今時のプリクラやばいですね。ほんと誰かわかんないぐらいにもう顔が加工されていて、逆に面白すぎました。私がプリクラ全盛期の頃はもう本当に何だろう、後ろもカーテンを自分で引いたりとかするようなやつだったので、正直びっくりですねこれは。あとはプリクラ帳とか作ってたんですけど、今ってプリクラ帳はないんですかね。ちょっと懐かしいから見てみたらやばい写真がいっぱい出てきました。念願のクレーンゲームができる時間になり、長男はウキウキです。私が小さい頃はクレーンゲームってやらせてもらえなかったので、ちょっと長男羨ましいですね。こうやってやりたいのできるのは。果たして取れたのか。念願のアイニャにも少しで会えるのでワクワクです。あーもうマジ可愛いんですけど、ほんと女神様すぎて推しが可愛すぎました。最高。この後長男ずっとアイニャンアイニャンって言ってましたね。 YouTube もたくさん今も見てます。楽しい時間はまだ続きます。この日は東京ベイ東急ホテルにお泊まりしました。実はこの日の前日にかなり落ち込むことがあったので、急遽泊まることを決めたんですけれども、もう本当にいいホテルだったのでちょっと紹介しようと思います。二人が久しぶりに会った時の様子、長男の方が嬉しそうですね。怖いよ。共通の趣味が全くない私たち夫婦ですが、このホテルに宿泊するというのだけは今の私たちの共通の趣味になっています。やっぱり非日常を味わえるっていうのでもうかなりリフレッシュできますね。身も心もリフレッシュ、イエーイって感じです。千葉の海が一望できて、さらにあの憧れのセレブレーションホテルまで見えちゃうんですよ。めちゃくちゃ綺麗な景色。天気が良ければディズニーランドの花火も見えると思います。やったあ、真っ暗それでは少しルームツアーをしますね。玄関から入ってすぐ大きいクローゼットがあります。そして鏡もめちゃくちゃ大きいので化粧のしがいがあります。全身鏡もあるのでこのように全身チェックできるのでお出かけにいいですね。洗面台もとっても広いです。で、この東急ホテルでは地区観光保護に配慮して歯ブラシやカミソリの使用量を削減する目的でグリーンコイン制度というものがあるそうです。詳細は概要欄に貼っておきますが、グリーンコイン制度とてもいい制度だなと思ったので、私たちも今後はきちんと歯磨きなど持参しようと心に決めました。あとこちらは浴室にあったのですが、このようにビヨーンと伸ばすと洗濯物がかけられる竿なんていうんだになっているんです。これはすごいですよね。床も絨毯になっているので次男も自由にハイハイすることができました。あと子供用のアメニティも電話で頼めば持ってきてくれるので助かります。これはおむつを捨てる袋です。あとは子供用の歯ブラシもお借りしました。
これもちゃんと持ってくればよかったですね。エコじゃないですね私たち。柵も借りれましたので安心して寝ることができました。トク触ってみて、なんかなる？あ、来た。お、あ、クラブ、ね、クラブになったよ。行っちゃった。綺麗だね。夕飯はレストランコーラルテーブルでいただきました。ここ日本食はもちろん国籍な料理がたくさんあってめちゃくちゃ美味しかったです。このフォー美味しかったですね。デザートも完璧。そしてここのホテルは海をモチーフにしているようなのですが、もう至る所にこのようにオブジェがあったり、先ほどもありましたよね、ちょっとクラゲが泳いでいたりとか映像ですけど、やっぱそういうのがすごく心が落ち着くし可愛い空間で癒されました。朝も早起きをして外を眺めて過ごします。アリームの戦利品も一緒です。このホテルのカップめっちゃ可愛いですよね。売ってたら買ってたと思います。すごい可愛い。朝から疲れたサラリーマン風な長男。目の前はこのように遊歩道になっているのでみんなでお出かけをしました。結構歩くんですけど、歩けば遊具があるところもあるので楽しいところです。海もぼーっと眺めることもできます。綺麗ですね、うん、海を見て振り返ると私たちが泊まっているホテル、もう最高の立地ですね。あら、もとくんいなくなっちゃった。あ、いた。ホカンスって流行ってましたよね。それとちょっと違うかもしれないんですが、非日常を感じることができるホテルでの時間、家事や育児に追われる日々の癒しのひとときになっているので、今の私にとって生きがいと言っても過言ではないです。まあお金は飛んでいきますけどね。平凡な日々の中でも家族でこうしてリフレッシュをして楽しむことができるって本当幸せだなぁと感じます。ホテルに泊まるのが目的ってなんか贅沢でいいですよね。これからも千葉のホテルに泊まる様子をシェアしようと思っていますので、ぜひチャンネル登録をして待っていてください。それでは本日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。